レベルアップさんへの返信です。今回プログラミングについてどう思いますかっていうねご質問をコメント欄からいただきました。コメント欄でもいいんですし、それから動画概要欄にねメールアドレスも書いてますんで、そちらの方からね相談しにくいことを送っていただいてもよろしいかと思います。どちらでもいいですよ。でプログラミングについてちょっとお話したいんですけども、その前にちょっとねお詫びをさせてください。今深夜2時なんですけども、すいませんこんな時間になっちゃいました。私ね速稼塾って塾を運営していて、塾生さんをやっぱり優先的に、ね、返信しましたんで、こうやってね遅れる時があるんですよ。しかも昨日はねちょっと外出して、奥さんとデートしてましたんで、その時にねコメントいただいたんですぐに返信ができなかったっていうこともちょっと噛み合ってですね、すいませんでした。遅れましてこんな時間になりました。まあでもね、今日は9月29日ですけども、肉の日に目が覚めたらこの動画が入っていたということでね、配信されたということで、楽しみにしてくださっていれば幸いでございます。それでは本題に入ります。プログラミングについてなんですけども、ここまで引き伸ばしてね申し訳ないんですけども、私プログラミングについてはやるべきだと思うんですよ。ただ私自身はやってませんので、特にいい悪いっていうことがねなかなか言えないんですよ。ただプログラミングっていうのはこれからも求められるスキルなんで、もしねネットで稼いでいきたいとか、パソコンでね1台で自由に時間を稼ぎたいとか、短い時間でたくさんの収益を上げたいということでしたら、私みたいにいわゆるねインターネットを使って暮らしてる人間でもプログラミングしてない例っていうのはむちゃくちゃ多いんですよ。で私プログラミングが必要な時は外注するんですよね。まあそういう機会あんまりないですけども、ということでね、これから何かで稼ごうかな、一人で起業したいなとか思うんでしたら、プログラミングは絶対に覚えた方がいいです。そんなに難しくないんですよ。まあおすすめされたのは Ruby ってやつとかね、Object-C とかっていうのを使えばいいよって言われましたけども、この時点で私全く意味が分かりません。本は買ったんですけども、最初のね、はじめにってとこだけ読んで、パタッと閉めましたね。ということなんで、私はね、スマホのアプリを作ったことはなんとかね、何回かあるんですよ。それこそね、iMac を買ってきて作ったりもしたんですけども、ただね、プログラミングを私が本気になるよりも、私は YouTube の配信でいろんなね、気づきとか発見を情報としてお送りした方が多分合ってるんじゃないかなと思いまして、今はねこういう形になってます。で、プログラミングはできないですけども、 FX はねマスターしましたんで、こちらの方で私はこれからもね、ちょっといろいろと興味を消化していこうかなと思います。基本的には私ね速稼塾始めたのは随分前なんですけども、私がビジネス始めたのは40歳なんですよ。でそれまでは売れない店舗経営者でした。店舗を作っては赤字で閉め、なんか会社を作っては人が集まらずに閉めみたいなことをね本当繰り返してきて、30代ではね一回も黒字になったことがないんですよ、人生的にも。で借金はずっと順調に、そうですね、平たく言うと年間で300万の借金がどんどん積み上がってきたって状態ですね。気がついて40歳の誕生日を迎える頃には3500万ぐらいの借金になってました。でいよいよねもう後がないなということで、当時ねテレビでやっていたネオヒルズみたいなのにね、私もねまあ、いわゆる騙されてね入ってみたら、なんと儲けちゃったんですよ。単純でねアフィリエイトっていう広告の仕組みを使って、ブログを作っちゃう広告を貼って、ブログを作っちゃう広告を貼ってってことをやって、1万4000個ぐらいブログを作ったら月収200万から300万の間で毎月安定するようになって、それが18ヶ月続いてアフィリエイターのトップランキングの、5位以内にねいつも顔を出すようになりました。ですんでね、並みいるアフィリエイターさんが私の前後に挟まれていたんで、私もちょっとね高揚感といいますかね、そういった有名な方と会う機会があったりとかして、ちょっとその業界の人みたいな感じで怪しい人物と思われてたかもしれません。まあ非常に怪しいんですけどもね。ただね、私毎日 YouTube をするのが好きで、こうやって YouTube ばっかり作ってます。で、きっとねレベルアップさんも YouTube の活動をされるという覚悟を決めて顔出しもされてるみたいですしね。それからコンテンツも非常に人気が出てると思うんですよ。ですからその人気の出てる再生数の多いコンテンツを基本的には毎日作ることによって、多分 YouTuber として結構なね中堅のところに行くんじゃないかなと思いますね。それこそ私なんてすぐぶち抜いてね大物になるんじゃないかなという気もします。で私ね、これおだてて言うわけじゃないですけども、私ね僭越ながら、あなたは大物になるよって言った人って1年ぐらいで本当にね大物になってるんですよ。私なんか抜いてね本当に人気者になって、すごいなと、私の予言の力か、もしくは私が言うから自信を持ってやる気になってくれたのか分かんないですけども、なんかねそういう方に限ってね速稼塾の塾生じゃないんでね、なんか面白いところですけどね。ということでいろいろ話しちゃってすいません。ついついねレベルアップさんがこういうふうにコメントいただいたりとか、すごく丁寧な受け答えしてくださるので、すごく大切にしないとなという思いでね
もちろん乱暴な受け答えする方って基本的に私お目にかかったことはないんですけどね、ですんでね、これからもお付き合いいただければと思います。動画の方をね、また更新するのを私自身も楽しみにしてますんで、ぜひね、よろしくお願いします。ということで、今この瞬間にレベルアップさんのチャンネル登録しますよ。チャンネル登録、はい、レベルアップ嵐です。あ、レベルアップ嵐さんですか。経営者に俺はなる。だからこのトップページとかもちゃんと作られてますよね。基本的なところで紹介動画を頭につけて。21歳、いいですね。21歳で YouTube が手の中にあるっていうのは。私40歳ですからね。40歳までインターネット、パソコン、スマホない環境でしたから、麻雀やってただけですからね。いや、いいですね。本当私よりも20年進んでるんで、いや本当に羨ましいです。そういう方がね、若くして時間と自由を手に入れてね、自分のやりたいことを、自分が喜ぶべきことをこの世の中にものすごくね、いい影響を与えてくれてるのは本当私ね、期待するところなんですよ。だから若い目を潰してやろうなんていう気持ちはさらさらないんで、私なんて早く退場して YouTube やらなくてもいいようなね、そんな人生になりたいなとは別に思わないんですけど、 YouTube はねしつこくやりますんでね、楽しいですから。まあでもね、すごいですね。経営者に俺はなる、いいですね。ぜひね、法人作って、作ってるかもしれませんけども、ぜひね、法人の代表者としてきちんと会計処理とかね、決算とかやってみてください。そして税金ですとか補助金、助成金っていう知識を身につけた上でビジネスされるといいと思います。やっぱりね、税金、補助金、助成金、これを知らずにビジネスをするととんでもない落とし穴にはまりますんで、ご用心ください。ということで、チャンネル登録させてもらいます。ドン、70人から71人になったと思いますよ。これでどうでしょうか。あ、71人になりましたね。期待しますよ。よろしくお願いします。それでは。